年末年始は暴飲暴食だからお茶漬けでもサラサラと食べようかなと思って品川に来たところでございます。バスはねここに到着するんだけど、目的地はね線路越えないといけなかったみたい。はい、線路越えてきましたよ。今日はバスに乗るんじゃなくて、ここからどうやって行けばいいんだ。逆だ。こっちをまっすぐ行って、でっかいビルだね。なんていうビルですか？おっと、なんかインターコンチネンタルホテル？なんかあったんだね。で、目的地が NBF 品川タワー。このまままっすぐ歩いてればいいんだね。3軒目ぐらい隣だったかね。何これ、アクアガーデン？そんななんだね。ファミマもあったね。そろそろかなって思うんだけど、おっとあったよ。到着しましたって書いてあるけど21階？21階にレストランなんかなさそうだけどな。とりあえず登ってみる？てか絶対違うと思うんだよね。ないよね。楽天？すいません、レストラン階ってあります？下？はい、あの外からじゃないといけないです。この畳の中に。ああ、なるほど。はい、はい、の横にもう一つ扉ありますので、うん、このエスカレーターで行きます。うん、ありがとうございます。はい、ファミマあったね。階段つったけど、どこ？エレベーターかな？これで降りてってこと？はい。間違えちゃった。ビーチだったね。2つあんだよな。どっちなのかな？ビーチに来ちゃったけど、目的地は、1階だ。じゃあ、1個上に登んなきゃな。エレベーターあったね。この階のどこですか？ 28？ お、逆だ。あっちの奥だったね。その先だ。どうだ？はい、着きました。なんて読むのかわかんないけどね。4話さんかな。あら、素敵なドアだわね。今日は靴脱がなくてよかったよ。あら、すいません、コート脱がないと座れないのよ。はい、あ、お茶があったかいな、ありがたい。そしておしぼりは汚れてる、ハズレのやつだった。で、日本料理でも膝にかけるのはあるんだね。はい、じゃあ準備 OK？ シルバーが流行ってんのかな。ゴツゴツのテーブル、上手に食べれるかしら。店内はこんな感じ。はい、何？ユーバー？これ？あられもあるね。もうご飯が炊けてまいりました。これは食べていいのかな、わかんないな。
ございます。こちらご飯が北海道産の七つ星というお米で、玄米で仕入れたお米をこちらの桃の日で当日精米して炊き上げております。このタイのお召し上がり方なんですが、こちらの手前にございます茶色の四角いものがムース状のお醤油でございますので、その箸で崩していただいて、こちらのごまだれがかかっていない右側の方ですね、こちらをお刺身としてお召し上がりくださいませ。この日はこちらのお茶碗にご飯をそっていただいて、お出汁をかけて貝茶漬けとしてお召し上がりくださいませ。じゃじゃーん、精米したての七つ星だって。お茶漬けの具だね。では早速いただきます。まずは最初から出てた湯葉を食べちゃおうかね、はい、わさびを溶いて、どうでしょうか。うん、柔らかいね。やったー、美味しゅうございます。食べちゃった。じゃああったかいうちにご飯をよそってね。ほかほかだ。冷めるともったいないので蓋を閉めて、はあ、まずはほかほかのご飯をそのままいただきます。うん、うまい。どんどん食べちゃうな。この調子だとまたご飯が足りなくなるし、その下に隠れキャラがいたけど、まずはごまだれの鯛のお刺身。うん、ごまだれでもお刺身って食べれるんだね。やったー、いやー、ご飯が進むわ。そしてお箸で崩してって言ってたけど、意外と硬かったな。シソの下に隠れてたちっこく切られた鯛に乗せてみたけど、あ、これは刺身用じゃないんだろうな、きっとな。じゃあ隣のごまだれで確認して、これはすだちかな、ライムかな、絞れないから押し込んでみた。ではラストのごまだれの刺身。うん、うまいね。で、あられはなんか味ついてるかなって思ったけど、白いご飯に可愛らしいね。味はついてなかったな。じゃあ塩昆布のせてね。はい、はい、おいしいおいしい。じゃあたらこものせて、いやー、白いご飯には何でも合うわ。じゃあ刺身用の鯛に醤油とわさびをのせてね。どうだ。このすだちが効いてますね。もっとしっかりつけたいよ。で、シソに今度は乗せて巻いてね。一口で、うまい。じゃあご飯おかわりして、そろそろお茶漬けにでもしてみよっか。じゃあ細切れになってたお茶漬け用の鯛と昆布に、これは何だろうな、いぶりがっこってやつかな。あとはたくあん刻んだやつと明太子にあられとネギをのせてね。最後にわさびをのせて、お出汁で、はい、第1弾お茶漬け完成いたしました。はあ、あったかい。レンゲとかないんだよね。じゃあお箸でいきます。
このいぶりがっこっていうの、タイに合いますね。完食しました。ではおかわりして2杯目。今度はどんなお茶漬けにしようかな。まずはタイでしょう。で、残った1枚がかわいそうだったので、お刺身を平らげてね。普通の醤油の方が美味しかったかな。で、このいぶりがっこは必要だよな。もういいや、全部乗せちゃえ。で、結局明太子も乗せるだろう。塩昆布にネギと、真ん中のこれは漬物は乗せるのかな。食べちゃっていいのかな。この赤いのも大根の浅漬け、はい、じゃあ最後にわさび乗せて、あられをかけて、お出汁もかけて、まだありますな。もう一杯楽しめそうだ。じゃじゃーん、結局同じお茶漬けできました。おいしいおいしい、めでたしめでたし、タイだけにな。ではラスト、最後の一粒まで食べきりますよ。テーブルマナーとしてはきっと間違ってんだろうけどな。残ってるやつも拾って、で、真ん中のきゅうりの浅漬けは食べて、残った明太子と塩昆布をかけてね、はい、ネギと、残ったネギとね、わさびも乗せて、あられを全部かけたら、はい、終了。お出汁はどうだ？入りきるかな？はい、ぴったり。お茶漬け3杯作れましたよ。うわぁ、食ったなぁ。ごちそうさまでした。しかし今日はデザートとかこのあと出てくんのかな。なんか出てこなそう。あ、いっぱいあったご飯もうなくなっちゃったね。人気店だったな。じゃあいつまでもここにいてもしょうがないから、立ち上がるとするかね。外は寒いからな。忘れ物はないですか？クレジットカード使えます。はい、お、上がミラーになっていた。ごちそうさまでした。さてと、外のガーデンが気になるけど、どうやって行けばいいんだ？何？発着ロビー？ここに飛行機とか着陸するんですかね？出口なさそうだもんな。これは何？あ、喫煙所か。で、とりあえず出てきたけど、どうやって行くんだ？あっちまで行かなきゃダメか。しょうがない。合ってるよな。そっち側がガーデンね。あれっていうかさ、どうやって行けばいいんだ。お、階段あった。じゃあ何、この階段を降りてっていうことかね。狭いな。断層があるよ。
じゃあこの日当たりの良さそうなところに腰掛けて、あっちのが広そうなんだけど日陰だな。天気はいいんだけどね。こっちの方が晴れとるの。渡り廊下がありますね。はい、じゃあ御堂口でどこ行くか決めて、はい、あったかい方に決定。なんかあっちにベンチがある？ワーキングスペースですか？どれどれ？ノートパソコンとか置いてな。仕事がはかどりそうですね。なんつって？絶対しないね。おっと、自販機発見。おしるこあるかな？いけない、回らなきゃ。おっと、なんだこれは、なんかあるぞ。池？ビオトーブとかあるみたいだね。夏になったらホタルとかいるのかな。さあ、私のおしるこそこにあるんでしょうか。どうだ。じゃじゃーん、なーい。まあそんな気はしてたんだよね。この天気の下でおしるこ飲んだら美味しいだろうなーって思ったんだけどね。あれ、なんかつぼみがついてる。以上、品川セントラルガーデンでございました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた、バイナラー。